はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。レックセ日光市森田隆一です、えー。それではですね、ただいまより、不動産鑑定士。2023年論文式試験合格者対談ですね。を開始させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 はい、えー、本日はですね、えー、2023年のですね不動産鑑定試験、えー、晴れて合格された、えー、川岸さんに来ていただきました簡単にちょっとあのお名前とか言ってもらっていいですかはい、えー、川岸光と申します、うん、27歳あ若い。でございますい、うん、<laughs> 名古屋から来ましたありがとうございますこの度はね本当合格おめでとうございますありがとうございます、うん いろいろねちょっとお話伺えればと思いますけども、はい、えっと川尾さんはあの2022年に担当合格されて今年23年にですねこう、えー、論文式試験合格されましたけども、はいえー、不動産鑑定士という資格ですね、はい、目指すきっかけになったことって何なんなんですかね。はい。うん、ええー、きっかけは前職で、うん、あの土地を借りてくる、うん、営業をしておりまして。うん でその借りている土地がこう、うん、結構頻繁に売買されて、うん、でまた所有者が変わりましたよというような時に、うん、すごい値段で土地って取引されるんだなっていうのを初めて知って、うん、で土地高いなとどうやって決まってるのかなっていうところがちょっと不思議に思って。うんうん 調べ始めたのがきっかけです、ねうん。なるほどね。はい、仕事を通じて出会ったと。いう感じですね。で,すねはい、で、勉強開始はですね、いつぐらいだったんですか。ええー、二千二十一年の五月頃、ねうん。ああ、なるほどね。はい、で、やっぱりまだ、あ、うん、いろんなこう勉強のスタイルがあるかと思いますけど、独学だとか予備校行くってあると思いますけど。ズバリですね。はい、レックを。 選ばれた理由は何でしょうか。選んだ理由は安い安いの一言でしたねなるほどんか他に検討されたところなかったですかんか講義を事前に見たとかああ講義は見たはずですねなるほどはい講義を見ましただけど安さにこうとりあえず飛びついたとそうですねであと最初に見たのがレックだったんでもう さっさと申し込みしてしまおうというな,なるほどねなるほどもう、はい、とにかくスタートを切ろうということですねはいなるほどわかりましたはい、うん、であのやっぱり仕事と勉強の両立っていうのが鑑定試験では非常に難しいところであると思うんですけども、はい、どうでしたご自身としたまあ、いたしましてはそ,そうですね僕、うん、も半年から十ヶ月ぐらいはサラリーマンやりながら勉強してたんですけど。うん なかなか難しくてで全然勉強できなくて、で仕事も成績落ちてきたんで、これ絞った方がいいなと、いうので会社辞めました。なるほど。やっぱり仕事にも悪影響が受験勉強で出てきちゃったってことなんですね。成績落ちたってことで。ああ、なるほど。わかりました。でも結構勇気いりませんでしたか。辞めるって。そうですね。まあでも。 なんか変えたいなと思ってたんで現状維持にとどまるならうあの、まあ、もういっそのことをやめた方が頑張れるなってなるほど、ね、踏み切りましたね当時は、うん。なるほど退路を断つ、はい、そういうスタイルでやられた、はい、ということですね。はいはい で、まあ、担当論文とありますけどもまず担当の学習ですね、はい、どんな感じでされましたか担当の学習は、うん、もう本当問題集を何回も回して、うん、あのまとめてくださってるんで、うん、レックがうん、うん、それをもう何回もひたすらやるだけでしたね担当は<ー>どれれぐらい回されましたか <laughs>、うん、あのもうちょっとあんま覚えてない、ねうん、まあそうですよね<も> から七週とか、やもっとしてるのかなっていう感じですね。はい、なるほどね。で担当の時のその勉強のバランスってどうですか。論、あの、はい、鑑定理論と、それから行政法規でいうと。と行政法規の方が苦手だったんで、うん、行政法規六、うん、鑑定理論四ぐらい。なるほど。そういう。 バランスだったたと思いまます、はい、なるほど分かりましたでは論文の方ですけども論文の方は逆に学習のバランスってどんな感じですか教養科目で3科目また新たに増えてっていうことですけども、はいはいえー、そうですね、うん、基本的にあの1日全部勉強できる日は、うん、あの全教科、うん、2>, あの2時間ずつぐらい 1>、うん、で、まあ、1日中から12時間ぐらい。うん っていう感じで一日で全教科やるっていう感じでやってました、ね。なるほど。はい、すごいですよね。うんあのまあ会社辞められて、はい、まあ週7日とりあえずこう辞められてるからあるじゃないですか。はい、もうほ勉強に使えるときは本当にもう10時間10何時間っていう感じですか。そうですね。まあ基本なんか10時間を目安にして。 調子よければもっと行くみたいな。クラクラしませんか。い <laughs> やいや。最初は慣れます、ね。慣れですか。<人間> <laughs> 慣れですか、はい。すごいですね。十時間超えるってね。そのなんかこう,うまあちょっと後でも聞くんですけど、はい、この何がそうさせましたか。うん何がそうさせた。なかなかだってその今まで働かれてて。はい。はい 10時間勉強するって、はい、普通の話じゃないですよね。ああね <laughs> 何がそんなにんきっかけは、うんあのー、鑑定士の先生と、あのー、出会ったっことがあってあど,でどうやって勉強してましたかって聞いた時に、うん、やっぱそれぐらいやってたっていうのを聞いてあ、うん、あそれぐらいやらんとたいなっていうふうに思って。 やってましたね。なるほどね。そういう数値目標をが、はい、あってそれをこなしてきた、はい、ということなんですね。はい、でやっぱりあの理論鑑定理論演習の方は毎日やる感じですか？演習は、うん、えっと毎日はやってなくて、やらない時もあるんですね。やってなかったですね。ーはー演習はあんま。うん 好きじゃなかったずっと2時間やってるのがんなんでやってなかったら一番苦手になっちゃって<ー> <laughs> だ直前期はあのー、毎日1問やるようにはしてました 1>, 1年通してずっとはやってなかったですね休暇っていうか休日というかそういうのは設けたりするんですかいや 特にじゃあもう本当に毎日っていうことですね、振り返ってみて、あの日休んじゃったなんとかって、ありますか1日2日ぐらいは、全然できんかったなっていう日はありましたけど、ゼロはないですね。できなかったなっていう感想であって、開きはしたということですよね、それはやるようにしたなるほど、なるほど集中がなんか続かなかったとかで、進まなかったっていう事実かもしれないけど、やろうという意思はこうあったということなんですね。わかりま でした。ではあの得意科目ですね教えてもらえますか。はい。得意科目は鑑定理論が一番得意でしたなるほど、はい。一方で苦手科目は、えー、そうですね経済学 <laughs>。耳がちょっと痛いですけど <laughs> す、ね、はいありがとうございます。で,す、ね、でまあ、得意科目のですね学習法ってどんな感じなんですかね。えっと鑑定理論ですね。うん、鑑定理論は、うん うん結構シンプルだと思ってて問題集とか甲書けとかレックであると思うんですけど、まあ、そういうものを見て答案構成、うん、問題見て答案構成をやるのと。 ええー、あとは基準の暗記をひたすら、その二点繰り返してやってました。答案構成は実際こうメモを書くという感じですか。そうですね,ね。はい、あの大雑把に流れだけ書いて,てい。なるほど。 うん、で基準の暗記はその、まあ、ひたすらこう繰り返すということだと思うんですけどあの、はい、書いたりあるいはぶつぶつ読んだりだとかあるいはもうただ単に黙読みたいないろんなスタイルがあろうかと思うんですけど、はい、どんな感じですかね、はいえっと、最初はやっぱりあ,れを覚えあの本を覚えるっていうイメージがもう全くできなかったのでとりあえず <laughs>。 音読を繰り返してやってたんですけど僕は全然覚わんなくてでまた受かった人にどうやって覚えましたかって聞いたらとりあえず4章って短い9ページぐらいの章があってそこだけとりあえず1回覚えてみて。 そしたらあのなんか暗記するっていう感覚があ<ー>あのちょっとつかめて<ー>でその幅をどんどん広げてって<ー>覚えたって っていう感じですね。じゃあ初め音読から入ってそれがあんまりうまくいかないなっていうことですよね。はいはい、で木読になるんですか。あ、そうですね。まあ木読と音読、ーハーフアンドハーフみたいな。あなるほど。じゃあやっぱりこういろんなものを織りまぜてっていうことなんですかね。そうですね。で、まあその試行錯誤の跡がすごい見えますけど、最後までそんな感じですか。 最後の方はもう黙読だけとか、こう変わってったりするんですか。はい、あ、そうです。最後の方はあんまり読んでなかったですね。うん、うもう。なんか、頭の中でこう唱えるみたいな。なるほどね、はい。そういう感じでした。まあ、それは黙読っていうこととは違うんですか。そうですね。まあ、ページ見て読むとかじゃなくて、もこのページはこれ書いてあるっていうのを。頭で字面を読まないっていうことですか。あんまり読んでなか。った そ,ね、それはもうその時点では、はい、あのもう暗記しているということですか。例えば答案練習会でこう掛、はい、けと言われたら書ける状況になっているということですか。あ、そうですね。その時はもう書けるようになってます、ね。それはあの本試験のどれぐらい前なんですか。えっとかなりの完成度ですよね。だって例えば第四章っていうふうに言われたら。 ばって頭でこう出てきてってことですよね言えないなと思ったらちょっともう振り返るみたいなどれぐらいでやってたんですかねでも1回目受けた時に僕5月に担当あってそっから論文の勉強をしだしてなんとか形にはなってたんでその年の8月にから 一ヶ月前くらいにはそうなってたんですかね。そうですか。はい。へえー、なんかこう暗記力いい方ですか。いやいやいや。そうですか。全く暗記したことなかったです。ああ、なるほど。はい、うーん。なんですかね。コツコツご自身でのコツみたいなのってなんかありますか。はい、コツですか。う 難しいですね。ね。難しいです、ね、すみません、ね、<laughs> 段取りに全然ないこと聞いててい,、ね、<laughs> いやいやコツは、うん、でも本当数をやるしかないかなっていう感じですねもう1週間でこの本を1周回すんだって決めたらもう絶対回す、うん、なるほどなるほどでそれをだんだんペースを短く短くしていくと、うんうん、いけましたねなるほどね <laughs> とにかくやっぱり量量が大切ということなんですかね。ね気持ちと気持ちとね。<laughs> はい、なるほど。参考になります。はい、では一方で苦手科目のですね学習法、はい、まあ例えば克服法だとかなんかあれば教えていただければと思います。はい。えー、っとまあ経済学、うん、本当に。うん 何言ってんだろうっていう感じで全く分からなかったんで最初はちょ怒られちゃうかもしれないですけど回答丸暗記してグラフの形丸暗記してでやってたんですけどそれで1回目ダメでちょっとさすがにもう1年あるんで基礎講義受け直してでその。 結構範囲が広いいじゃなですかで、もうその総ざらいとか当連とかで出る部分だけを自分でノートを作ってまとめるというかほど。でやった時にこことここがつながってるんだということが分かってきて暗記した部分がんか後から理解が追いついてくるそういう感覚でした。なるほど ノートはどんな感じのノートなんですかその、はい、うんポイントだけ箇条掛けで書いていくだとか、はい、なんかこう本当に丁寧にこう作り込むだとかなんかいろいろあるかなと思うんですけどめちゃくちゃざっくり、ね、なるほどなるほどあのー。 絶対覚えないいかん用語だったりうん、うん、グラフの形だったりうん、うん、そういうものをまずは、うん、あのざっくり書いていって、うん、あのルーズリーフにあーあの大きく書いてうん、うん、で余白も作っといてあと、うん、からあの解説あったところとかで付け足したいところをそこに書いていくみたいな,、うんなね、付け足していくみたいな。 うそういうイメージでー丁寧にやっちゃうと時間が、ね、時間かかっちゃうのでざっくりでいいと思いますね。でもなんかこうノート作りが経済学克服した、ね、話伺っててそんな感じがしますね。すねなんかやっぱ手を動かすっていうのでだんだんつながってきたのかなって。はい よくおっしゃられてたと思うんですけど、うん、あのとにかく書いていらん紙に書き分っていうのは大事だったかなと思いますね。うんなるほどねで、はい、ではあのです、ね、はすい、えー ちょっと質問しづらいんですけども「森田講師について教えてください」って書いてあるんで言いづらいかと思いますけどのないいご意見お願します。森田先生はみんな言われてると思うんですけどユニークで酒の話とかされると思うんですけどそういった部分で僕ずっとウェブ講義で今日初めてお会いしたと思うんですけど。 なんかもう合ってるような、<laughs> 一番、あの、近い。なるほど。あの、感じが結構、その、あの、地方でやってる、身からすると、ありがたくて。うん、あ,あの、ああ、頑張るぞっていう。そうですか。あの、気持ちに、一番させていただいたのが森田先生、ね。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい。あの、私としても、語りかけるような感じで、ちょっと、講義を心がけてたんで。<laughs> はい、感じてました。感じてくれて、嬉しい感じですね。<laughs> はい <laughs> なるほど、ありがとうございます、はい、で今年のです、ね、経済学、まあ、難しいっていうご意見もあったと思うんですけども、はい、どうですか大問1大問2とありましてそうですね、うん、あの正直感覚としては、うん、あの全然できなかったかなっていう感覚なんですけど、うん、あのこれもよくおっしゃられてたと思うんですけど、うんあの その問いに対してあの答えはわからないけど、うん、僕はここまでわかるっていうことを書くことを意識してなるほどや書きましたね、はい、なるほど、はい、うんミクロの計算問題とかどうでしたミクロの計算は、うん いやできるぞっていう問題見てできるぞと思ったんですけどできなくて途中まで書いたっていうその敷の展開とかを描いてって途中であこれできないと思ってできるところからあの飛ばしてやってあなるほど感じですマクロはどうですまあ例年と同様にこう長文でっていう感じだったですけどもそうですね難しかったんですけどやっぱあの 穴埋めがあるなんでそういうとこは一、あのーまあ、か八かというかうでもう選択肢も与えられてる問題もあったんで、ええ、まあそういうのは結構教えてもらった経済の,そのロジックというか、うんええっていうのをなんか頭の中で考えて分からん問題も自分なりにこれがこうだから、うんうん これだっいうのをうんはい導き出してなるほどございましたはいマクロはあのマンデルフレミングモデルがありましたけどどうでしたあそれはできましたあよかったですはい,はい,はい、はい、はありがとうございますはい、うん、ではですねえっとそうですねちょっと重複したところがあるかなっていうふうに思うんですけどもはいえっと まあ関定理論の基準留意事項の暗記に苦労されている受験生が多々いるかと思いますけども、はい、何かそのアドバイスみたいなのはありますか？うんアドバイスですか？うん、そうですね。本当量やることと、うんあとはその自分が覚えやすいように。うん あのー、そのモバイルにどんどん,なんかコメントを自分で書き込んでいくとか、うん、そういう工夫はしてたので、うん、もしかしたら、あのー、そういうちょっと意識づけ、うん、どうしても覚えられないと思こってやっぱあるので、うんあのー、そこはもう何回もここにも、あのー、ここでも覚えるし効果系の方にも、うん、あのー。 そう覚えられないところは貼ってまあ何回も見るようにする,るうそれが <laughs> 一番のコツというか。う そうしたら覚えられました。はい。なんかあの写経みたいに、何度も何度も書かれるっていう方も、あの聞いたりもするんですけど。それに関してはどう思いますか。ご自身としては、それは。試してみたとか、何かこう、全く興味なかったとか。一回書いたこともあるんですけど、もう手がもう痛すぎ。ああ、なるほど。あの、時間かかるんで。僕は、合わなかった。なるほど、なるほど。はい。感じですね。 ありがとうございます。では、あのですね。それに関連するんですけども、はい、えっとまあ、教材ですね。特に役に立ったものをもうそこにちょっとあるのが、はい、あ神々しく見えるんですけど、ご紹介いただけますか？モバイルの場合はか？基準でございます。うん、じゃあちょっとあの貸してもらいますね。と、はい、ですね。こんな感じのえー、っと。かん ですけどもこのレクのねボロいからんかこういろいろ補強したりっていうねあってっていうやっぱマーカー塗ってこのマーカーはご自身のこうんかご自身でマーカーは講師のアドバイスじゃなくてご自身で弾くということですか色分けとかかあるんです赤いところが一番最初に音読してた時にあの そこだけ消して覚えようというふうに、あのネットで調べたら出てくるんで、なかここ消せみたいな。なるほどね。それで消して音読してたんですけど、全然覚えられなくて、でもあんなうめじゃなくても丸ごと覚えていこうという。なるほどね。はい。色分けは特にあ色分け特にあの意味はなかったということですね。はい。なるほどありがとうございます。貴重なものね。今でもこうなんかたまになんか 開い11月るんですから鑑定、うん、事務所に入っていまして、うん、やっぱ勉強しないとす、うん、すみません、うん、ちゃんで、まあ、そうので、うん、実務やるときに、うんまあ、今日は。 これをやるのかというふう振り返るために、なるほど、あのたまに見てます。はい。じゃあまだちょっと付き合い長くなりそうですね。そうですね。まだまだお世話になりそうです。なるほど。じゃあレッグもちゃんもっとあのなんか頑丈なものを作るべきですね。そうですね。できたらもっとあの表紙とかあのすぐ破れちゃうので、もうちょっと熱いとありがたいですね。なるほど、そうですよね。合格後も使うということですからね。なるほど、ありがとうございます。はい。 でこのモバイルですけど、特にどの辺が良かったですすか、はいえー、とそうですね、うん、まず小さくて持ち運びやすいのと、うん、あと結構余白が多いので、どんどん、当案構成でできなかったところも、このモバイルの方に、うん、あのちっちゃく印刷して、うん、貼っつけて、うんあの、基準回すときにそれも一緒に覚えるっていう。うん ことで結構あのはかどったという感覚があるんで、そこがなるほどね優れてるな。やっぱりこの大きさがいいですか。あ、そうですね。これぐらいがこれより小さいとね大変だし、これぐらいなんでしょうかねやっぱりね。いいサイズだとああなるほどありがとうございます。うん。 教材、他の教材で自分なりに、まあ、さっき経済学の話もありましたけどもそれを膨らませてもいいですし他に何かありますか他で使ってもえ,えってもそうですね、さっき言った経済学でノートを作ったのと、うんうん、あとは会計学も、うん、あの結構、あのー、基本テキストだと。うん 範囲が広かったんで、うん、どこやればいいかちょっとよく分からなかったんで、うん、あの当連で出た問題総ざらいのあの問題を、うんあのー、基本テキストの方に、うん、あの該当するとこに貼り付けて、うんあのー、そのとこだけ回すような、うん、そういうふうな、まあ、工夫というかなるほどね、はい、なるべくこう一冊にまとめるようにしてました、ねうん、どく これを見れば、はい、一通りわかるというふうに、はい、あの、散らばず、はい、らずにっていうことを心がけてたわけなんですね。わ、はい、かりました。では、あの、論文の答案を書く上で、特に意識したこと、はい、工夫したこと、なんかあれば。はい、ご助言ください。はい。うん、えっと、これも、森田先生、結構口酸っぱくおっしゃられると思うんですけど、はい、あの。人間が。先生が読んで、採点する。<laughs> 試験なんであのやっぱり読める字というか読みやすい字で書くことは、うん、まあ時間がやっぱないんで、うん、あのちょっとくちゃくちゃになっちゃう気持ちはあるんですけど、まあ、そこはあのやっぱ気持ち一つ持っとくことで全然違うかなというので、うん、まあ読んでもらう意識っていうのと2時間あるんでので1科目目いっぱいもうあの使って、うん 見直す書き続んかどっかよ改善できるところないかっていうのは探すようにしてうん、うん、時間フルフルで使うようにしてましね、はい、やっぱりあの文字ってとても大切で。 出ししかからら殴り書きの方っっていらっしゃるんんですよ、はい、なんか最後の方だったらあこの方時間がなくなって殴り書きになってんだなんて分かるんですけど、はい、初めっから殴り書きの方とかになるんで <laughs>、はい、あ,あれはよくないなっていうふうに思うんですけどそういうことを、まあ、あのやらないようにって読んでいただく気持ちっていうのを重視してやられてたっていうことが、まあ、勝因の一つだったと思いますし、はい、まあ,あと 時間の限り戦うという姿勢も大切だったっていうことですよね、はい、最後の最後まで2時間使うという。はい、だけど一方で会計額か会計額も僕、あんまり余んないですけ、うん、会計額は結構少ないじゃないですか、回答欄が。えーな ミスが結構許され文字とかが許されないのでシャペンで下書きして全部下書きしてボールペンでなぞってくるほどやってたら結構時間ちょうどぐらいなじゃあ会計画も本当に時間を時間の限り戦ったという感じなんでああそうですかなるほどありがとうございます ではあのその論文につながることですが、添削ですよね。レックでは結構、はい、まあどの科目も重視してるんですけども、どうですか、はい、なんか感想みたいなって終わりですか,か？感想ですか？うん、あのーうん、<laughs> たまにこう<っ>コメントいただけるじゃないですか？あのー、いい調子ですみたいな <laughs> ああいうのがうれしかったんですね。あ,すえー、あのー、豊川先生とかきて厳しいコメントあったりして。 クソとか思いましたけどでも今思えばやる気というかそうすか頑張る気力につながってましたねあのコメントが。なるほど合格自蔵の言葉が厳しい言葉が自分に甘いけど人に厳しい言葉が突き刺さったということですね。なるほどじゃあやっぱりあのコメントって受験生の人はやっぱりね そこからまた刺激っていうのがあったりするっていうことですね。すね特にオンラインだと、ね、なかなかこうねあの一人でやって、えー、あのそういうものが結構励みになってましたな,、ね、なってると思います、えー<分>。やっぱりこう強い意志があって合格するぞっていうふうに思っててもやっぱりこうオンラインで一人でやってると。 それが長丁場だから、孤独になったりもしますもんね。そ,うですねその時に、やっぱりこういうのも。あの、力をこう、あの鼓舞する材料になり、なり得るということなんですね。はいうん。で、まあ、トーともにですね。教えてチューターという。まあ、仕組み、はい、制度もあるんですけど、これはどうですかどんな感じで、あのご利用いただいたとか、感想とか。はい、多分三十回ぐらい。<laughs> まあ、僕二年。 お世話になったんで2年で30回なんでそんな多くはないんですかね分からないですけどそうですね2年で合計で30回確かじゃあそうですね多くはないですねけど結構あれ聞くにも考えなきゃいけないじゃないですかなんでちょっと敬遠してたとこもあったんですけど特に2年目からはよく使うようになって。 で結構お忙しいなと思われるんですけどレスポンスもこう早く、ね、回答いただけるのでか割とあの気軽に聞いていいんだなっていう。うんうんうん のが分かって、すごく、あの、便利に使わせていただいてました。そうですよね。うちの講師はね、本当にもうみんな早いんですよね、レスポンスがね。早いですね。私も移動中とかでも、パパパって、こうね、さっきも二件、こう、やってきたところ。森田先生が一番はがったて。あ、ありがとうございます。え、とりあえず。あの、回想っていう。はい。それが、受験生の気持ちに、つながるな、と思ってね、やってたんですけどね。 あと写真撮れるのがいいですね。うんうん、ねあの添付できるので。えー、あのもう矢印で。ここがわかります。そうですよね。それ経済学でもやりましたか。かはい。あの、はい、それで何回も教えていただいてたんで。うん、助かってました。いや、あれ、例えばグラフで。ここがこうです。はい、ここがわかりませんっていうのを言う場合、言葉だけだったらちょっと説明。しづらいですからね。うん。それが、やっぱ写真あると。すごく。うん、あの すぐ質問できたのでうんありがたかったです、ね。なるほど。はい、ありがとうございます。で、まあ長丁場ですけども、学習のモチベーション維持だとか、はい、スランプ克服の仕方だとかなんかいろいろ。 あの2年間やられてて終わりかと思いますけどどうですんそうですねやっぱり波はある波ありますねありましたね僕結構頻繁にあったんでまあまず波があるもんだと人はあるもんだと受け入れて。 で調子悪い時ほどやっぱなんかやらない理由を結構見つけて他のことやりたくなっちゃうので物理的にもう携帯は家に置いて図書館行くとかテレビのコンセント抜いとくとか<ー> <laughs> そういう感じで調子悪い時は、うん、あの調子悪いなりに集中的に、ねうん、てない 感覚はあれど、勉強はしっかり時間やるっていう。ことを意識してたら、あの調子悪い時も。こう落ち込まなくなりましたね。はい。なんか話聞いてて、退路を断つ感じですね。スタイルとしてね。<laughs> ね会社のも辞めて。はい、で、携帯図書館にも持ち込まず。はい、家でやってる時はコンセントテレビのコンセント抜くみたいな。<laughs> はいはい こう退路を立ってっていう。なるほど。でもやっぱり効果あったって感じですか。ありましたね。あの勉強しすがすることがなくな。っちゃうん、なそうですよね。携帯持っていかなかったら、本当に。ね、確かにそうですよね。なるほどね。携帯を持ち歩かない。一ヶ月ぐらい持ち歩いてなかったですね。調子悪い時は。それはすごいですね。いや、なんか、あの、うん。これは多くの受験生の方に。 はい、結構こう、あのスランプの受験生の方に聞いてもらいたいことですね。はいいかもしれないですね。なるほど、そうですか。はい、で難関試験ですが、どういう方が受かりやすくて、逆にどういう方が。これは受かんないでしょうっていうふうに思いですかね。ああ、そうですね。うん、うん結構やっぱ、うん、暗記色が強い試験だと思うので。とにかくやっぱ。 努力し続けることがやっぱであとはあの目標をこうあの1年先半年先だって結構長いんです合格っていう目標がなんでそのこまめにあの今日1週間でここまでやるっていうのを刻んで目標を決めていくと。 あのー、合格できるのかなと思いますね。なるほど。もう最終目標の前にこう中間目標とか目の前に目標を自分で設定してって、はい、で,、ね、で自分でこまめに設定した目標をこうクリアしていこうっていう、はい、そういったことですよね。そういう感じでしたね。はい。なるほど。あ素晴らしいですね。うんではあのー、まあ今年の 本試験、令和5年の本試験ですね、はい、終わった後の手応えですよねどうでしたか、はい、あもう勝ったとなるほど <laughs>、はい、何をもって <laughs> あのー、まあ経済難しかったんですけどんかふん会場の雰囲気的にああもうこれみんな難しいと思ってるなというのを感じて他がもうまんべんなくできたのであのー、まあもしとかの、ね。うん 手応えと比べてもあこっちの方ができてるなというので、うん、あの勝ったと思いましたなるほどね、はい、ちなみに模試はどんな感じだったですか模試成,、うん、成績は成績は、うん 単位ぐらいでした。ああそうですか。もうじゃあ、うん、確かに。素晴らしいですね。はい。うん、まあ受かるべきして受かったという感じですね。そうですね。まあもしがあったんで、まあもしと同じぐらいできてれば大丈夫なんだという安心感があったんで、はい。そこは一つ。なるほど。はい。なるほど。勝利を確信したと。はい。素晴らしいですね。これで落ちたらどうしようっていう。なるほど。なるほど。素晴らしいですね。うん。 ではレックはですねどっちかというとやっぱ基礎基本を重視して、はい、ま講義教材提供させていただいてるんですけど、はい、ご感想いかかがですか、ね、うんそうですすねねそうん、やっぱりあの基礎的なところ、うん、どの科目も聞かれているなっていう2年受けてどっちもそういう印象だったのですごくためになったというか多分他校ではそんなやっ なないとこころまでなるやれてるなってるっ、うん、の試験終わった後にいろんな人と知り合って、うん、あの基礎があのよく教えてもらっててよかったなっていう感覚ですなるほど、うん、やっぱり基本って、まあ、基本が問われたら基本だからそこでしっかりとがッつリと点数取らなければいけないということでとても大切だし、はい、基本が分かってないと。 中級レベルのことが本当に理解できたってことにならないからやっぱり基本をおろそかにするともうだから基本を大切にされたっていうのも合格のにつながった一因なのかもしれないですね,、うんですねあの。さっき経済で言ったと思うんですけど聞かれてること直接分からなくても。 僕基礎はやりましたということが書けるので結構、そういうのが大事な試験なのかなと思うので、うんうん、そこでも役立ちました、うん、なるほど、うん、ではあのレックではですね、はいえっと、本試験の傾向だとか試験対策をですね結構、まあ、どの教科もやってるんですけれども、はいまあれん模試を受けたご感想ですね。はい できれば褒めていただきたいんですけど <laughs> いかがでしょうか。<laughs> よく当たっていましたね。あ,あの本当に2年受けてどっちとも半分ぐらい当たってるんじゃないかなっていう感覚ですよね。うんうん、すごいなと。ありがとうございます。いやいやこちらこそありがとうございます。ではあの最後になりますけどもうあまだ,、はい、まだかな。あ、ま、ん あ、ごめんなさい。あ、まだですね。ごめんなさいね。はい、最後じゃなかったですね。ではズバリですね。えっ、ー、と最終合格の決め手ですね。なんかこうあれば教えていただけますか？はい、えっ、ー、と結構、うん、当連総ざらいと、うん、あのまあ、4科目ですか？うん、なると、うん、やっぱ量は多くなっちゃうんですけど、うん、あの本当時間僕みたいに仕事辞めて専業でやってる人は？ あのなるべく穴を作らないようにまんべんなくやっておくことがあの、まあ、今年においても合格できた理由かなと思います。特に会計学とかはなるべくやってないところを減らすっていうのが勝因かなと思います。 いやそれは本当にどの科目もそうでありますし特に今年の経済なんかはそうですよね生産者の理論が出てるんで,そで、ねはい、あそこでこう穴を学習をやられてた方は、はい、もうそこがかなりできないっていうことでね,ですね、はい、引っ張ったところがあろうかと思いますもでは合格されてですねこれからのですね抱負だとかお気持ちですねなんかかか終わりでで <laughs> ですすす、うん、そうですね、うん、ま,まだ鑑定士になってないんで。 2>, あの2年のしゅ実務収集をまずクリアして鑑定士になってそうですねなんか面白い鑑定士になれたらない鑑定士になりそうですよねうんなるほどでは最後になりますけども、はい、これから不動産鑑定試験の受験生の方に対するメッセージですね、はい、お願いしますはい カメラに。ああそうですか。えっと <laughs> 私は学生時代あの本当に本当に何も勉強してないってぐらい勉強してなくてでまあ社会人になってこう初めて勉強したような、うんえー、感じなんですけどまあこんなバカでもあのまあ2年ぐらいあの本気で死ぬ気で頑張れば受かる試験だと思います、うん、あのスポーツ僕やってたんですけど、うん、その練習をまあ勉強に置き換えて。うん あのひたすらやりまくればあの結果ついてくる試験だと思いますのでぜひ自分なんかって思っている人もあの僕みたいな人にもなれる合格できるんであの頑張ってくださいいします貴重なお話ねありがとうございますやっぱりスポーツやっててってそれをうまく応用できたっていうのは非常にスポーツやった甲斐がありましたね。 いろいろやってて、うん、まあ野球が一番長かったですね。ねはい。や、野球もやっぱり、あの。努力、努力、はい、継続っていう感じなんですかね。そうですね。うん、素振り。振り地味なね。はい、練習がやっぱり本番でっていう。はい そうですね。な、はい、るほど。勉強もそうですもんね。うん、地味でね。ねで努力がすぐ成果にね、はい、努力してもすぐ模試の点数、当年の点数に結びつくわけじゃないし、はい、野球もおそらくそうなんでしょうね。はい、うん。いや本日は貴重なお話ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではあの対談の方ですね、えー、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。